はい、皆さんこんにちは、アクアレノンです。今日もね、アクアレノリウムの方やっていきたいと思います。今回ね、ちょっとね、かなり短い動画なんですけれども、まあちょっとね、今画面にね、写真にモザイクかけちゃってるんでわかんないと思うんですけど、ちょっと苦手な方はね、見てほしくないなと。まあ単純にね、やっぱりタイガーオスカーちゃんがね、捕食動画になっておりますんで、ちょっとね、苦手な方は見ないでください。ということで動画始まりましたけれども、捕食動画というよりはもう捕食をした後、あと食べるだけみたいな動画なんですけど、これね、なんで撮ったかというと、金魚をね、まあ与えたんですけど、金魚を与えて、まあ、大体肉食魚って、まあ、何でも食べるんですけど、魚が好きなんですよ。フィッシュイーターって言って、魚が魚を食べるっていうケースが一番多いんですけど、まあ、餌菌なんていうのはね、これ餌菌って言って、コアカって言って、まあ、5、6センチの小さいね、餌用の金魚っていうのが、熱帯魚屋さんとかペットショップ屋さん、アクアリウムではね、普通に売られてるんですけど、まあ、値段もすごい格安で売られてます。そのね、餌菌の、まあ、金魚ですよね、を与えたところ、まあ、大体ね、これ基本的に頭から行くんですよ。頭から捕食、食べる方がね、口で食べるときに頭から行って、大体行く、食べるんですけど、尻尾から行っちゃって、こう食べにくくなっちゃうみたいなね、動画でした。尻尾から行くと食べにくくなっちゃうんですよ。ということでね、今回はタイガーオスカーちゃんの捕食動画の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。チャンネル登録もよろしくお願いします。タイガーオスカーちゃん、なんで尻尾から行っちゃったのかな？